今回の動画はですね私が今まで使ってきた中でなくしてももう一度同じものを買うとそれぐらい気に入っている旅行でも使えて日常使いもできるえそういったアイテムをご紹介したいと思いますこんにちはえリですクルーズ客船にて長年働いております私のチャンネルでは皆さんがクルーズ客船に安心してスムーズに乗船できるような Tips などをたくさんあげております また海外と日本を行き来したりすることが多いので結構パッキング系の動画ですとか便利アイテムですねそういったものもご紹介しておりますので旅行が大好きクルーズ客船に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とあといいねも押していただくことで私のチャンネルを応援していただくことができますので応援したいよという方はねそういった方法でご協力していただけたら嬉しいです。 では早速アイテムをご紹介していくんですが一つ目は財布でございますで財布はねあの私、こちら2種類あってどちらも同じブランドのものなんですけれどもあの用途が違うので一応ね両方ともご紹介していいと思っているんですけれどもまず、こちらですねワレ、まあ、ルコーバネードていうところの財布なんですけれどもこれ2つ折りの財布になっておりましてこちらは私、日本専用として使っております。 海外旅行に行く時にあの海外に行ったりとか日本に帰ってきた時にあの財布をわざわざねあの中身を変えて交換する人はいないと思うんですけれどもまあいて,いてもいいんですけどね面倒くさいじゃないですかなので私は日本用用のの財財布布と海外用の財布で分けておりますで日本ってやっぱりねなんだかんだ言って現金主義でどこの国よりもあの本当に後れを取ってるなっていう感じることが本当に多いんですけれども海外は本当にキャッシュレスなんですけれども日本はやっぱどこまで行ってもキャッシュでしか払ない 会えない場所っていうのが結構多くあるので、そうすると小銭が見やすいっていうのが結構ポイントになってくるかなと思ってこちらの財布にしております。で、こちらはですね。あの小銭がね。今言ったみたいに見やすいんですけど、こうやって開くじゃないですか？で、こういう風にばって中身があの。 まあ一目ででこういういうにわかるんですよだからお買会い計いする時にパッパって見て「はいはいいくら?」みたいな感じでねバッと見やすいこれがまずね一番のポイントでこんなにガバッと開くのにもかかわらず薄いんですよこれぐらい。でカードが入るところが123枚3枚ここにあってさらにねここに隠れ、えー、カードケースみたいな感じでここにもう一つあるんですよ。っていうことで計4枚入ります。 で私は基本的にはカードはやっぱポイントカードとかももちろんねあのスマホにできるだけ入れられるものは入れるようにしてますしそういうところに対応してないポイントカードっていうのもある結構あると思うんですけれどもそういう場合は100均とかの薄いケースとかもう何ででもいいです何のケースでもいいのでそういうところにばっとまとめておいてあの出かけする時には財布とそれを両方持っていくっていうねそういうふうにしております。で本当ににに近所今今かかからら行きますっていいいうか <laughs> そういうううそはもうこの財布 だけっていう感じですねでこれもう一ついいところがあってここにねこのペラペラっとしたのが分かりますかねあこういうのがあるんですけれどもこれねこれがあることによってちょっとこっちにレシートを入れてこっちに現金を入れたりとかっていうことで分けることもできるんですよ。でこれがねこういうふうにまあこういうふうに取ることはないですけれども取るとこんな感じ。だからねあのこれが奥まであると多分 結構分厚くなっちゃったりするんですけれどもこういうところをねしっかり考えて作られているので薄いんですねであとね皮がこれね羊じゃなくてヤギ皮なんですよねだからすごく柔らかくてしなやかでこのねツートーンのカラーっていうのも気に入っておりますいろんなカラーがあるんですけれども私はねこちらあのー、の色にしておりますでこの色を気に入りすぎてこちらもね買ったんですけれどもこっちはね海外用でございます で今言ったみたみいに海外でももちろん現金たくさんね使う時もありますよマーケットに行ったりとか。だけれどもあの海外でやっぱ現金をたくさん持つっていうのはちょっとリスクにもなりますよね何かあった時に現金全部なくなっちゃったらおしまいですけれどもあのクレジットカードとかだったら止めればいいわけなのでなので現金はそこまで持ち歩かないんですけれどもでもやっぱり必要な時もありますよねっていうことでまあ現金よりはカードをメインで使う用の財布っていう感じになっております。 でそういうふうに言うとね、なんかコインは使いにくいのかなって思うじゃないですか。n そんなことありません。これ普通に日本でも使っていいぐらい使えるんですけれども、まあ,あの両方持ってるんであっちを日本用にしてるんですけれども、こっちもね、コインこんなに見やすいんですよ。ここはね、ちゃんとマチが取られていて、こうやってパカって開くことができるので、これもね、あの本当にすごく見やすいです。で、これもこんなに見やすいように、はい、こんな薄くなる、こんな薄くなるんですよ。 で、さらにこれもさっきの財布と同じように2つお札を入れるところがあるんですね。で、私の場合はまあこっち側に今ねあのヨーロッパにいるので、ユーロを入れてこっち側にはいただいたレシートとかね。そういうものを入れております。で、カードはこれね。3枚入るんですけれども、海外だったらもう3枚もいらんじゃいらないんじゃないかぐらい。 ですね正直だからこれで本当に十分でこんな手のひらサイズで薄いのであのポケットにも入れることできますしどんなどんな小さいミニバッグにもこれ入らないことありませんからでさらにこの色合いねとっても可愛いいでねこれ両方ともそうなんですけれどもまあ安くはないんですよ だけでもこれあんまりにも私気に入りすぎて私のねパートナーにも購入したいと思ったんですけど私のパートナーはこういうのあんまり興味ないんですねで興味ない人にそんな高い,高いっていうかねなんか高価なものをあげるのちょっともったいないって私は思うんですよその興味がある人ならわかるんですけど興味が全くない人にうんみたいなねちょっとあるじゃないですか。で購入したのがこちら。でこちらはねあのー ちょっと本当に少しだけ一回り一回り大きいぐらいなんですよだからね正直あのちょうどいいなと思ったんですけれどもこちらは牛革で作られておりますで作りはほとんど一緒カードがこれよりも1枚多く入るっていう感じで,すねで違いとしてはまあここのジッパーのところがねこういうふうに何もついてないんですよだけど全然普通にあの。 引き使いやすいですしあの彼は文句言ったことないですしもしも使いづらいよっていう人はなんかねなんかチェーンでもつければいいんじゃないかなと思います自分でねでもあの彼は問題なく使っていてこれもバーッとガバッと開きます。で違いはさっきの方は中も革だったのに対してこっちはちょっと何て言うの皮ではないですねさすがにこちらの方がだいぶ安いのでこれね3,000円以下で買えるんですよちなみにねあの先に言っちゃいますけど。 っていうので、まあなんですけれども、あのちょっとこういうところをあのまあ、削って安くしてるのかなっていう感じですね。だからって言ってものすごい安安いように安っぽいようには見えないです私には。で、これも全く同じ感じの作りになっております。これも。 こんな感じですね。ただこっちは革じゃなくてこの裏地がついてるっていうそういう感じでございます。であと私も彼もねすごい愛用してるんですけれどもこのグリーンのカードねこれはねあのワイズのカードでございます。でワイズって一応デビットカードなんですけれどもあのいろんな通貨のお金を保有しておくことができるんですね。なのでまあ あのドルとか円とか結構ねあの最近最近っていうかもうしばらくそうですけれども変動が結構激しかったりするじゃないですかだからちょっと今あのドルに変えとこうかなユーロに変えとこうかなっていうタイミングを見て買っておいてでいざ海外に行った時はえその保有しているあのお金で。 お買い物をできるとでもしも日本円しかあのこのカードに保有してない場合はその時のレートでその場で引き落とされるっていう形になっておりますあのわずは手数料が少ないことで本当に有名なのでちょっとそういう為替のレートとか気になるよっていう方とか海外と日本の銀行ちょっと あのやり取り取すするることがあるよっていう方は本当におすすめで,すで一応下にリンク貼っておきますけれどもそのリンクを使ってこのカードを作ると一番最初の送金手数料ですね7万5,000円までが無料になりますので是非ねそちらご利用いただければと思います。 で次これは使わない方も多いと思うんですけれどもこれは本当に私ね買ってよかったって思うアイテムなので紹介させてください。でこれはねあのヨゴっていうところのヨガマットでございます。でこれこんなにね小さくなるのにあの1キロ以下なんですよ。 確、ね、900800何 g とかあんまりちょっとしっかりは覚えてないんですけれども1キリしないのは覚えてます。で私は結構ねあのものすごいあのストイックにヨガやるっていうわけじゃないんですけれどもやっぱ寝る前のストレッチとか朝起きた時にとかあの時間がある限りはやるようにしているんですね。本本当当ににストレッチだけ、もう本当に体をちょっと、 うんうんって動かすだけの方だったら、あのホテルとかに行かれた時のバスタオルを1枚多めにもらって、そのバスタオルを敷いてやればいいと思います。ただ私の場合は結構ね、あのグリップを使ってその体を伸ばさなきゃいけない <laughs> なんていうの <laughs> っていうことになると、こういう滑り止めがちゃんと効いてるものじゃないと危ないんですよね。タオルであの本当にちょっと体を動かすっていうよりはもう少し ね、あのヨガっぽいことをするのでこれが本当にであのまあ 旅行にもよりますよ多分本当に3泊4日とかだったら絶対持っていかないですけれども私は生活スタイル的に、まあ、もちろんクルーなので船に乗ったらまあ4ヶ月ぐらいは最低乗船しているのでそこでまず使いたいっていうのもありますし結構コロナ明けの時とかもそうだったんですけれども結構一つの国に結構長くいて、まあ、23週間とか a i r b n B で過ごしたり結構してたんですね。でそういういい時ににも本当に使いましたなのので長期の旅行行かかれる方とかもちろん クルーもそうですけれどもあの運動をしたいよっていう方でちなみにクルーはちゃんとクルー専用のジムとかもあるんですけれどもあのねわざわざジムに行くってあのジムのなんか機械を使うんだったらジムに行った方がいいと思うんですけれどもこういうんだったら自分の部屋でもしもできるんだったらねなんかジムに行くっていう一手間が増えるとやっぱ続かなくなっちゃうなって自分の性格で思ったので。 そこまで行かなくてもそんなに頑張らなくても部屋であのできることっていうのでやっぱ手軽にできると続きやすいっていうのがあるのでこれはね本当に買ってよかったなと思いますなくしても絶対もう一回買いますお次,次はねちょっとねこれ女性の方専用になってしまうんですけれどもお次はこちらのねシルバーのネックレスでございますこれはね確かね四十五センチだったと思うんですけれども あの私、まあ、こういう生活をしているのであの日本でずっと暮らしてるんだったら別にそんなんでもないんですけれども、まあ、私こういうね来るっていう生活をしているのであの持っっていけるるお洋服とかやっぱり限られるんですよでそうすると何にでも合う万能のものっていうのが必要必要ではないですけれども欲しくなるんですよね。あので これはね私が今着てるようなシンプルな T シャツにパッて着けてもこの T シャツ別に普通のユニクロのやつなんですけれども一気にこのユニクロのふうが、まあ、高見えしなくてもいいんですけれどもなんか素敵にちょっと見える。でこれがないのとあるのとるで 全然違いますよ、ね、っていうのでこれはね、まあ、シルバーで最初ね悩んだんですけれどもいやこれ何でも使えるしなぁと思ってあのシンプルにパッてつけられるあとはタートルネックとかハイネックもそうなんですけれどもほとんどのものにあのピシッとあの決まってくれるのでこれはね本当に本当におすすめでございます。でいろんなところからあのこれ出てるんですけれども一応私が買ったものは下にリンクをね貼っておきます。 では次これですねこれ何っていう感じなんですけれどこれもね100均であの買った、まあ、サングラスとかアイグラスケースになるんですけれどもあちなみにね私ねこのサングラス本当によく本当によくどこで買ったんですかっていうふうに聞かれるんですけれどもこれはね56年ぐらい前にジーンズで購入してもうねその翌年からからこれがすごい欲しくて探してるんですけれども。 出さないんですよこれ,これミラーグラスであの自分がどこ見てるか分からないっていうそういうところもあるんですけれどもこれその後ね結局セカンドハンドでもう一つ全く同じものを見つけて私今2つ所有してるんですけれどもあのこれをねこういう風に入れてカバンに持ち歩くと本当に薄いのでカバンが小さい時とかでも全然ね邪魔にならないんですよ。でそのカバンがねこんなこれがねねこれれへしを折れるほど 衝撃がカバンにああるることとっってどれぐらいあるかなっ思ったらほとんどほとんんどないと思うんですよねただルックを背負った時にそのルックがパツパツでものが動かないぐらいだったらこれでもいいんですけれども上の方に置いておけばねでもルックがスカスカで出かける時とかもあるじゃないですか、あのー、場合によってはあとはあのジャケットとか入れてたけどジャケットを着るとスカスカになっちゃうとかねでそういう時に使ってるのがこれですねゾフ。 ゾフのこのねケースは最高なんですよ。これメガネ使ってない方は確かねちょこちょここれと本当に似たようなのあの売ってるのを見たことがあるので見つけたらね一応リンク貼っておきます。メガネを使っている方はねあのいろんなタイプ選べると思うんですけれどもこれが一番もう本当これが欲しいだけのためにあのゾフに行くぐらい <laughs> 使いやすい。でこれだとねこんなに薄いのにちゃんとしっかり ちゃんと反発力もあって中が潰れないしあの大体のサングラスまあもちろんサングラスさんにもよるんですけれどもだからこのサングラスが好きなんですけれどもこれめちゃめちゃこういうふうに薄くなるんでねでちょっとこういうふうにパッて入れてもほら薄いじゃないですかっていうのでまあサングラス男性の方とかちょっとプラスチックのしっかりしたタイプのやつ彼も持ってるんですけれどもそういうなかなか,なか潰れないようなやつだと使えないんですけれどもこういう。 タイプのあのサングラスだったら普通にね入るのでここれ使いいやすいですこの2つでのつあとこれもね前ね以前ご紹介して本当にねえーすごいいいですねとかたくさん買いましたってお声をいただいたんですけれどもナノバッグでございますちょっと半分飛び出てますけれどもこのねナノバッグはあのちょっと飛び出てるんでもう一回しまいますねパッパッはいこんなにね こんな小さい手のひらサイズなんですよカバンのどんな隙間でも入るっていうねこのサイズなんですけれどもめちゃめちゃ軽くてもう本当に数,数グラムですよ数グラムでねこうしっかりとあのかんちゃんと薄いからって弱々しいわけでもなく破れたこと一回もないですこれ、ね、もう何回も何回も使ってますけどこれこれねでさらにこれの好きなところ私あのねまず このここにちゃんと紐がついてるのでこの袋をなくさないでもう一つのいいところはあのねわざわざ。 エコバッグを畳んで入れなきゃいけないタイプあるじゃないですかまあ、可愛いものも多いんでねあのしっかりしたものとかそうなんですけどもこれはね本当にグググっともうねそういうの関係なく使い終わったらパパパッと入れられるのがいいんですよやっぱり使った後にしまうのが面倒くさいとかなるとちょっと億っになるじゃないですかそれ使うの面倒くさいですよねっていうのでこれね でこれがね確かかレギュラーサイズだったかなでこれがエクストララージサイズで今ねこれよりももう1つ大きいタイプも出ているんですよ。だから初めてだったらあのエクストララージかレギュラーサイズのどちらかでもね2つぐらいあっても全然いいです。私ねちなみにルックタイプも ここの辺のののの辺どどかかににあるるんですけれども多分ね彼のカバンの中に入っているのかなちょっと見つからないのでリュックタイプもあるんですけどねちょっとご紹介今見せられないんですけれどもこれがもうちょっと大きいタイプのものですねまあこの2つのどちらか持っていっておけばで1つだとねやっぱりね本当にたくさん買い物した時に間に合わなかったりするので私は2つは欲しいなと思ってねまあ3つあの普通にリュックも合わせると3つなんですけれどもお持っておりますもうこれね剥がれちゃってますけどね。 こっちのプリントタイプにしてくれたらよかったのにこれこういうタイプだからなぜか剥がれちゃってますけどこの2つめちゃめちゃおすすめでございます。でこれもね女性の方になっちゃうんですけれどももう一つはこちらのカバーマークのリップでございます。でこれのいいところはあのね私口紅ってあんまり好きじゃないんですよ。口紅ってなんか鏡見ないとうまくつけられないしなんかその唇の縁。 なんかどこまでとかわざわざコンシーラーでなんかきちきちってそういうきちっとメイク私はあんまり好きじゃないあんまり自分の顔には合わないかなって思ってるので、まあ、どちらかというとまあナチュラルな感じのメイクが多いんでですよねでご飯食べた後とかにパパって鏡見て塗ってもいいけどもう鏡見るの <laughs> 見るのすらめんどくさいというかそうちょっと出かけた時とかわざわざ鏡出したくないけどちょっと唇に色つけたいみたいな時あるじゃないですか。 ここで買ってください皆さんこれは本当に後悔しないんで絶対買ってくださいこれね3色あるんですけれども何がいいかって言ったら自分の唇に合わせて発色してくれるんですよあの名前忘れちゃったんですけどアミノさんだったかもうごめんなさい全然覚えてないんですけれども一応ここに情報を書いておきますあの唇の何かに反応してでこれも本当人それぞれで発色が変わるんですよちなみに今ね私のこれつけてるんですよねちょっともう一回つけてみますね色変わるかな変わらないか つけちゃったからね1回でこういう感じであの鏡とか使わずにパーってつけられるんですよなんかオーバーしちゃっても別にそんな変じゃない変じゃないというか唇の色に合わせて発色してくれるんですねなん何度も言うように。でこれ3色あるんですけれどもこれが一番薄いピンクのタイプとこれよりちょっと濃いピンクのタイプとあとオレンジがあります。 であの私の母は例えばねあの肌がちょっとね色黒なんですよなのでオレンジをねいつも使っていましたで私はこの薄めのピンクか濃いめのピンクですね基本的にこれはあのしかも3000円か4000円いくらだったかなあの全然高く全然これだったらいいじゃんっていう思える値段なのとこの薄さねだからカバンのどこにでもポイッと入れておけるので私ちなみにこれはあの23個いつも持っていて 一つはカバンに色っぱなし一つは会社用のカバンとか分けていろんなところにいつも入れておりますこれ一番薄い色なんですけれどそれでもこれぐらいねあの色がつくので血色感欲しいなっていう時もう朝朝一であんまりがっつりした化粧したくない時とかありませんなんか本当にあとは化粧今日は薄化粧でほとんど化粧もしてないけども本当に 唇に色だけパってつけてまあ、血色感ですよね。欲しいっていう時に化粧をしてない。顔にも浮かずにパって鏡を見ずにつけられる。もうこれ完璧です。もうあの何度も言いますけど、これ騙されたと思って100%買ってください。あの後悔しないと思います。で、お次はこちらですね。これはね、あの今ご紹介したものの中でもわりかし、最近購入したものなんですけれども。 350cc だったかなのウォーターボトルタイガーのものでございますね象印とかいろんなところからねこういうのたくさん出てるじゃないですかだから皆さんもね悩むと思うんですよどこから何を買った方がいいのかどれがベストなのか私もねこういうものを買う時めちゃめちゃ比較検討してよくよく考えた上で私は買いますで日本だったらもう本当にあちこちにねあのコンビニがあって100円で あのお水パンって買えますからこれそんな必要ないですけれども海外だと本当にじゃあ観光地に行きましたじゃあパルテノン神殿行ったとしますよねあのギリシャのであそこって日陰ないんですよめちゃめちゃ暑いです夏行くとでお水はい売ってると思ったらめちゃめちゃね高いんですよ4ユーロとか普通に平気でしますからねでやっぱりそういう観光地ってあのギリシャだけじゃなくて本当にどこの国でも観光地の,あのちょっとあの手が届く欲しいところにある っていうところでお水買うと結構本当に何ユーロってあのでちょこちょこ払ってると結構いいお値段してくるわけですよ。あのね、っていうことで特に海外に行く人はあのお水ホテルからとかあとはホテルに帰る時とかに大きいお水を買っておいてそこからこれにちょっと入れるとかでかなり節約本当にできますよ。で 500ml にしなかったっていうのは。 あの私あんまり大きいカバンを持ちたくないんですよ小さすぎても嫌なんですけどあの水が入らないからね。ってなった時にこの350がちょうどいいなと思ってで観光地でお水ってあの本当に喉乾いててもなかなかねガブガブ飲めないと思うんですよ。っていうのも。 あのやっぱりじゃトイレ次いつ行けるかなとかじゃその見つかったトイレがきれいなのかとかねそういうところもわからないじゃないですか初めて行く時ってでそうなった時にやっぱりすぐにトイレに行きたいってまあ健康的ではないですけれども家にいる時トイレがすぐそこにあるんだったらガブダブ飲めますけれども海外はねそうはいかないそうはいかない。 ってなった時に 350cc ぐらいあればあ十分でこれがもしもなくなったら別にあのちょっと現地のコンビニとかであの大きめのものを買ってちょっと飲んでねまあ、パートナーとかと分けて飲んで飲みきれなかった分をこれに入れて持ち歩く私はねあの結構そういうふうに日本でもそうなんですけれどもあのして結構使っておりました使っております。 でこれねもうなかなか説明しちゃってすいませんという感じなんですけれども洗う時めちゃくちゃ楽なんですよこの2つだけもう部品この2つだけこれをねわざわざこれ外してとかやってるといつかどっか行きますよわ <laughs> からないですけどもなんかなくしそうじゃないですかこれぐらいねシンプルなものがいいんですよね。別にここが付け 付け替えられて、なんかここから直接飲めるようになるやつとかいろいろあるじゃないですか。いらないいらない。もうねそんなねめんどくさいことを皆さんしないです。あの本当にこのシンプルであのすごい給料確か130 g ラぐ,ぐらいだったと思うんですけれども、で350ぐらいあれば大体十分だと思います。これねなくなったら絶対同じのにまた買いますね。ねはいそして最後なんですけれども最後はねこちらもちょこちょこ紹介しているんですけれども、ちゃーんビリケンの あのサンルゴムのサンダルでございますこれはね本当に使いすぎてあのここにもうあのロゴがなくなってしまいました消えてしまいましたちなみにこれは1代目はちょっとね家族が使ってたものをなんかちょっと譲り受けたみたいな感じでもともとボロボロだったんですけれどもそれをまず使ってすごいなっていうことでもう一つ同じものを黒色を買ってでいつも黒だしこれちょっとちょっと明るいのを買ってみようかなと思って。 えー、今回はオレンジのものを使っております。で、これはねまあ、見てわかるように小さくなりません。小さくなりません。けれども、私の使い方としてはまあ、基本的にまクルーっていうことがあるので、部屋履きなんですよね。これ。 ちなみに日本に帰った時も日本に帰ったらこれすぐにねカバンから出してあの床にパッと置いて部屋わきにしますなのでこれは本当に日履いてるんですねでビルケンドサンダルはご存知の方も多いと思うんですけれどももともと足のリハビリかなんかのそういう系の手術系の会社が 作ってるのであの足に優しいあんまり負担がないようなそういうねこういう凸凹がちゃんとあるんですけれどもそういう作りになってるので100均とかね似たようなものを買ってももちろんいいんですけれども本当にそっくりあの似せてね作ってるようなものもあるかもしれないのでそういうものでいいっていう方はいいと思うんですけれども私は結構健康のことも気にしているのであのちゃんと本物を使った方がいいんじゃないかなと思ったりしています。 でこれのいいところはまあゴムでできているのでじゃあちょっとビーチに行こうかってなった時にビーチに入っていってもいいしで帰ってきたらバーって水洗いしてちょっとタオルドライすればもうすぐ使えます。それかまあこのままもうパッと干ししてもいいいもね影 でもその間使えなくなっちゃうんで私を基本的にバーってシャワー浴びたらもうその同じタオルでこのく靴もちょっとパッパパって軽く水拭きしてもう履いちゃいますねすぐもうこれあれば万能なんですよ確かに幅は取りますただ軽いですしもうとにかく歩きやすさ 半端じゃないんですよこれ <laughs> もうこれは何年も変えて変えて使ってますし、まあ、次はね何色買おうかなこれ全然まだ使えるんですけれどもやっぱりね黒の方が使い,使いやすい <laughs> 使いやすいんでやっぱりね黒をもう一つあとねサイズ感が難しいんですよねこれあのちゃんとお店で皆さん測ってもらった方がいいとは思うんですけれどもあとはホワイトも可愛いいと思うんですけどもホワイトはやっぱりね汚れが目立ちやすいやっぱりねだから。 ちょっとこういうい色付きがも,もう普通にブランに黒かなって思ってます。というわけで今回は、まあ、今まで紹介したものもあるんですけれどもね改めてこれ本当にラブラブもう本当に大好きすぎてもう旅行でも日常使いでも使うしなくしても絶対にもう一回買いますっていうねあの本当におすすめの愛用品を厳選したものをご紹介させていただきました。 皆さんの愛用品はありますでしょうか是非ね私はこんなものを愛用してますっていうのがありましたら是非コメント欄にシェアしていただけると他の方の参考になりますので是非、えー、コメントお待ちしておりますちなみにねあの海外旅行これ以外にもおすすめのアイテムっていうのがありますので、えー、まだ見てない方はこちらもチェックしてみてくださいというわけで今回も最後まで見てくださってありがとうございますではまた次回じゃあお